はい、おはようございます。五郎でございます。9月5日火曜日、今朝の一言始めていきたいと思います。今朝の一言は倹約を旨とするということで、解説文を読んでいきたいと思います。経営に余裕ができると、ついついこれくらいはいいだろうとか、何もここまでケチケチしなくてもというように、経費に対する感覚が甘くなりがちです。ひとたびこのような甘い感覚が身についてしまうと、景気が悪くなった時に改めて経費を締め直そうとしても、なかなか元に戻すことはできません。どのような状態であれ、常に倹約を心がけなければなりませんということなんですけども、たまたま今朝作業している時に、あのキングコングの西野さんの、音声ラジオっていうんですかね、ラジオみたいなやつ聞いてたんですけども、なんかあのかお金持ちの人たちに共通することみたいなことで話してたんですけど、ちょっと流し聞きだったんで詳細そんなに覚えてないんですけども、なんかあの売れてった芸人の先輩たちを見てると、共通しているのはお金の管理はちゃんとしていると。ただあのケチではないと。それどういうことかというと、後輩とか、同僚とか、先輩でもそうでしょうけど、の人、売れなかった芸人の人たちが何か頑張って成功した時に対するその対価は、もうどんなに金がなくてもあの払うと、って言ってました。だから西野さんがその本を出した時に、もう一生懸命頑張って書いた本なんで、本なんでね、そんなにすごい何万円もするもんではないですけども、やっぱその当時売れてない先輩って、やっぱりあのバイトとかしてもうギリギリの生活をしてる中でも、後輩が頑張って書いた努力の対価に対するお金を支払うってことはすっきり やっていたというようなことを言ってたんで、あの倹約するということは非常に大事なことだとは思いますけども、その使いっぷりっていうんですかね、そっちの方もあと個人的には見直した方がいいんじゃないかなというふうに思った次第なんですけども、なかなかね、本当もう出すとき気持ちよく出すっていう人ってなかなかいないかもしれないですね。もしかしたら、ね、どちらかというと倹約する方向に行きがちではありますけども、倹約するというよりか、出どころ、出ちゃうところ、入り入るところの管理みたいなものは当然やっといた方がいいと思いますけども、その気持ちよく払うみたいなところ、結構それってね、企業にも関わってくるところだと思うんで、なんかそこら辺意識してみるとお金の使い方がなんか良くなるんじゃないかなと思いましたんで、僕もちょっと実践していきたいと思います。ということで今日も頑張っていきましょう。